ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤です。今まあ撮影しているのが2017年の12月16日なんですけれども、12月16日というのはリラクヤの創業記念日であり私の誕生日なんですね。リラクヤが11周年ですね。私が37になりました。ありがとうございます。たくさんの方のお力添えあって助けていただいてやってこれたと思っております。今日いらしてくださった女性のお客様も次の動画楽しみにしてますとおっしゃってくださって、動画経由でいらしてくださるお客様が本当に多くて、遠方から来てくださる方とか予約が取りにくい中都合をつけてくださっている方、おかげさまで今では2週間3週間先まで予約が取れないというぐらいたくさんの方にご愛顧いただける整体店になりました。びっくりしています。 DVD も出させていただいたり、イベントに出させていただいたり、駒込のソフィア整体アカデミーもとても充実して働かせていただいております。日本シアバターセルマ協会の方でもお手伝いさせていただいてまして嬉しい限りです。皆様の健康美容とか癒しのお手伝いができるように精進して参る所存です。グッドボタンしていただいたりコメントですとかツイッターやフェイスブックでシェアしていただいたりとか嬉しく思っております。私がリラクゼーション業に入った時は全く知識も経験もなかったですし、本当に接客なども苦手でいろいろと失敗もしましたし、わからないことが多くて辛いこともありました。学校で教わったり職場で教わったり自分で勉強したりっていうことをこう少しずつ重ねていって、まだまだ未完成ではありますけれども、もう日々学んでおります。そのリラクヤ始めた当初も楽観的に考えていて、準備不足宣伝不足で全然お店の経営ができてなかったです。苦しい時代もありました。妊娠出産の時にもまたちょっと大変だった時代があります。とにかく続けてきてよかったですし、続けてこられたのは支えてくださる方々がいたおかげです。本当に皆様ありがとうございます。本当にでも仕事は楽しいです。いいお仕事ができていて、本当に他のお仕事はどれを何をやっても、続かなかったり、あまりいい成績を収められなかった私ですけれども、どうにかこうにかこうしてやってこられて、今ではたくさんのお客様がいらしてくださる人気店にまでなって DVD も出してというふうにできたのは、運も良かったでしょうし、ちょっとやっと合ってることを見つけられたのかなという感じですね。調子に乗らずに努力を続けたいと思います。感謝の気持ちでやっていきたいと思います。ご指導ご鞭撻応援をお願いいたします。ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you.